SS 春夏シーズンですね、たくさんのジャケットが届きましたのでお送りします。こんにちは。ご自身が予想を周りのどなたが喜んでくださいそうでしょうか。オーダーメイド紳士服さんのフィアンコ代表の原武雄です。こちらですね、手元にありますのは、はい、バンチブックと呼ばれるものです。こういった、ジャケットコレクションですね。今手に持っているのはジャケットコレクションというやつなんですが、主にこの中からですね、はい、お選びいただいたジャケット類が、たくさん、揃っておりますので、お渡し前にですね、一度こちら触れていこうかなと思いました。ではですね、単純に一つずつお伝えしていこうかなというふうに思うんですが、さあ皆様、夏でもですね、ジャケットお召しになりますでしょうか。はい、実際は暑いですよということですね、別の動画で、お伝えをしているので、そちらもご覧いただけたらなと思うんですけれども、そちらではですね、涼しくなる素材、それからジャケットの、まあ、構造というかですね、お仕立ての方法なんかについて少し、ご紹介をいたしました。今回ですね、カラーバリエーション柄も豊富だということなので、一個一個、見ながらですね、単純にもお楽しみいただけたらなと思っての動画でございます。それではまずは一つ目ですね、実はスーツからなんですけれども、こちらですね、グレーの、はい、ストライプのスーツですね。少し幅広です。で、こちらもですね、あのイタリアを代表する、カノニコと、まあ一般的には言いますよね、カノニコ社 VBC 社のですね、実際の現地の方の、記事の勉強会ですね、カノニコ VBC は、こんな歴史とですね、特徴強み持ってるんですよという勉強会参加をさせていただきました。そちらでもいろいろ説明があったので、まあ触れていこうかなと思います。でこのスーツ自体はですね、実はざっくり言うとですね、イタリア風っぽくない感じ、英国調に見えるような、折り感なんですね。21マイクロン、21ミクロンっていう、カノニコの記事の中でもいろんなラインナップあるんですけどね、その中の一つ、結構ですね、英国調に見える、はい、打ち出しをしたような記事で作った、これはスーツなんですね。太い糸とかですね、あとは強粘子強くひねる糸なんかは、糸自体が、ね、太くてタフだったりするということになりますと、今度は折り方をですね、表情を変えてできるんです。どういうことかというと、まあ、縦糸と横糸によって生地出来上がるんですが、隙間を作るようにですね、甘い織りって言ったりするんですけどね、縦糸と横糸のこの糸目がこうギュッとしてるんじゃなくて、少しこう、はい、ゆとりを持って織られているものなんかは、今度通気性を保てたりします。そして、強粘子、特にウールという生地はですね、ウールの特性上もそうなんですけども、シワになってもそれが回復できるという力があるんですね。なぜそもそもウールがスーツに使われるのかというようなことは、また別の動画でお伝えしようかなというふうに思いますが、クリンプとかですね、まあ、いろいろこう収縮性があったり、ね、吸湿性、それから発汗性、外に飛ばしていく、まあ、いろんな、はい、機能があるんですね、ウールには。その中でも太い糸を使ったり、折り方を変えるとですね、途端に、はい、涼しげな、実は着用感になるということなんです。まあ、このファブリック自体はですね、ちょっとこう重厚感があるんですけれども、ややそのドシッとしたですね、まあ、威厳のあるというのか、武骨な雰囲気というのかな、そういったこうテイストを味わいながら、かつ柄はですね、あまり英国調だとこうなさそうな、イタリアンな、感じの、はい、表情になっているかなというふうに思います。縫製、まあ、デザイン自体はとてもこれオーソドックスに作ってますね。さあ、ここから先は先ほどの、ジャケット専用の、まあ、生地という感じですね。こちらからお仕立てをいたしました。はい、まあ、やはり、ネイビー系なんかは皆様も簡単にまずはですね、取り入れやすいと思います。でスーツだと、大きなチェック柄で上下とかですね、スリーピースというふうに作るのは、まあ、苦手な方もいらっしゃるかもしれませんし、ご職業お立場としてですね、ちょっとこうそぐわない、ね、適さないという方もいらっしゃるかもしれませんが、オフの日に、ね、羽織るジャケットになるとですね、これ途端に今度は取り入れやすくなるんですね。はい、無地、ストライプ、チェックの順番でだん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 こうカジュアルダウンしているというようなイメージをまずお持ちいただいたとすると、
チェック、ね、柄だけで言うと少しカジュアルな位置づけになるんですが、その程よいカジュアルさがですね、このジャケットにはちょうどいいというふうにも言えるんですよね。さあ、ネイビーの格子柄のジャケットです。こちらもですね、ジャケットなので腰ポケットはアウトポケットになってますね。ドラえもんの4次元ポケットのような、はい、上から貼られたパッチポケットというふうになってます。今度はウィンドペーンですね。窓枠と呼ばれるような柄です。はい、少し霜降りがかった感じというかな、ムラ感のある、はい、表情に仕上がるのがですね、特にライトグレーの、生地としての楽しみかなと思います。ネイビー以上にですね、グレーの方が、はい、そのムラ感を楽しみやすいというところでしょうかね。うん、まあ、涼しげな雰囲気にも見えますし、今度秋冬になったらですね、毛足の長いフランネルという素材なんかもありますが、あれもですね、ライトグレーなんかをとってもその霜降り感で僕いつも言っちゃうんですけれど、独特のですね、ムラ感っていうのを味わいやすいというところですね。そして、夏の男性のカジュアルな位置づけのジャケットの一つ鉄板というとですね、ビジネスでは全く使わないことを僕はお勧めしてますが、カジュアルだったら途端に OK というのがこの白のボタンですね。僕自身のこのジャケットはシェルボタンです。貝柄の白のボタンなので光沢感もあるという感じなんですけれども、皆様お好みなどいかがでしょうかね。さあ、続きましてのこちらの2着はですね、今日僕が着ているのと全く同じです。はい、VBC のマイキマイキですね。定番で出ている、少しだけ色味もですね、毎年変わったりすることはあるんですが、まあ、このあたりのネイビー系はですね、もう定番のものとして毎年毎年、はい、必ず織り出されているなっていうような生地ですね。白いボタン使っております。ね、こちらは、少し黒いカラーになっておりますよね。ギャップがあっていいかなと思います。まあ、あとはですね、やっぱり腰ポケットとか、後ほどですね、胸ポケットがアウトポケットであるというジャケットもありますし、そちらもですね、また触れていこうと思います。はい、お次はこちらですね。アンジェリコという生地ブランドです。ビエラですね、まあ、水の綺麗なイタリアの都市というのかな、そこで織られているような生地で、お下でですね。はい。胸ポケットがこちらはアウトポケットになっております。はい、他の動画でもですね、このアウトポケットという胸の仕様ですね、触れたりしているので一度見てみてください。とても折り感がいいですよね。はい、僕自身も個人的にすごい好きなフェルラという生地でお仕立てをしたジャケットです。まあ冷涼感のある白、まあオフホワイトですねという感じです。リネン、それからシルクですね。で、一部強度を保つために化学繊維ポリウレタンなんかが入っていたりする、そんなのを得意としているフェルラというこれ生地のブランドさんですね。はい、皆さんもいかがでしょうかね。さらっと羽織るだけでとてもおしゃれに楽しめそうですね。品があっていいなと思います。では最後ですね、こちらはイタリアのナポリアリストンというですね、生地ブランドでございます。はい、スーパー130の糸で仕立て上がったものですね。ダブルブレスト、かなり大柄のチェックいう感じです。まあインパクトあるなというところでしょうかね。はい、ファッションで合わせるとしたら他はもう引き算という感じでしょうかね。絵柄を使うことなく、もう本当に白パンツ白 T シャツでもいいんじゃないかというぐらいですね、ジャケットを主役にして楽しめそうな一着でございます。はい、シェルボタンで楽しんでるなという感じですね。いかがでしたでしょうか。ビジネススーツとなると弊社の場合は割と紺無地に始まりですね、グレーでも無地系のものが多かったり、カチッとしたものをお召しになる方が多いなという印象なんですけれども、ジャケットになるとですね、はい、いろんな色柄お楽しみいただけるなというところですよね。ぜひ皆様も一着主役をジャケットに置いてですね、素敵な夏を楽しみながら、そして乗り切ってまいりましょう。この動画がいいなと思った方はグッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。ぜひ皆様がお持ちのお気に入りのジャケットについてですね、コメント欄でお寄せください。よろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。いつもありがとうございます。